カンチェンゾンガ国立公園は、インドのシッキム州にある国立公園であり、ネパール語でカンチェンジュンガと呼ばれる世界3位の広報のインド領内の一帯を対象としている。カンチェンジュンガ生物圏保護区として、生物圏保護区にもなっている。旧表記はカンチェンジュンガ国立公園で、日本では現在名のコンチェンドザンガナショナルパークに対しても、その名で表記されることがある。 2017年7月17日にユネスコの世界遺産リストに登録され、インドの世界遺産では初の複合遺産となった。この公園は、ヤルン、タルン、カンチェンジュンが、ゼムなど多くの氷河を用しており、ジ行コジカウ雪氷、雲氷、ヒマラヤタールなどが生息している。カンチェンジュンが生物圏報告及び、 カンチェンゾンガ国立公園の保護地域の地図、カンチェンゾンガ国立公園は、湿気無州の北湿気無県及び西湿気無県に位置する。その標高は1829メートルから8550メートル以上になり、その標高はインドの国立公園群の中でも高い部類に属する。国立公園の設立は1977年のことであり、 約850平方キロメートルが対象となったが、1997年には範囲が拡大され、1784平方キロメートルとなった。カンチェンジュン河は国境をまたぐ広報であり、北を中国、チベット自治区のチョモランマ自然を保護区、西をネパールのカンンチェンジュンが保全地域に接している。公園の植生には多く、モミカバの木、カエデ、 柳などで構成される温帯の紅葉樹林、根光林が含まれるほか、標高が高くなると薬草、ハーブ類を含む鉱山性の草木も見られる。金全滅種、絶滅器具種、気球種のいずれかに分類される植物は全部で19種が生育している。公園内では、哺乳類124種、鳥類3 0 0種、爬虫類5種、魚類8種が確認されている。 公園の哺乳類としては、金全滅種のチベット狼、絶滅危惧種のヤマジャコウジカユキヒョウドールレッサーパンダ、気球種のツキノワグマウンピョウ、近ンキ,キ種のヒマラヤタール、アジアゴールデンキャット、インドジャコウネコ、ソメワケクサビオモモンガのほか、カモシカ、ジャッカル、ベンガルヤマネコ、ジャングルキャット、バーラルなどが生息している。とりわけ研究の結果、 この地域のドールが極めて希少であることが明らかにされた。このカンチンチジュンが生物圏保護区に生息するドールは希少であり、かつ遺伝学的に区別される亜種 CA プライミベスに属すると考えられている。国立公園内の太陽蝶蝶類については、バードライフ・インターナショナルの重要野鳥生息地になっているが、世界的に見ても特に標高が高い部類に属する選定地となっている。 見られるのは、気球種のオグロズルのほか、ベニキジ、ニジキジ、ヒオドシ樹形、ハイイロ樹形、アオバト、ユキバト、ミサゴ、チベット設計、太陽町、ヒゲワシ、ヒマラヤハゲワシ、ミドリテリ格好などである。2016年には、ツグミカの新種であるズラザーソリマリーが発見された。公園内には、いくらかのレプチャ人の集落が存在する。 国立公園の干渉地域に位置するゴンパの一つで、ある僧院、サロンは、湿気無で特に神聖な僧院の一つとみなされている。寒沈順河は古くからの崇拝の対象であり、その地形の数々が地元の神話にも投影され、チベット仏教の伝来後も地域における文化的、重要性が失われることはなかった。2002年の国際自然保護連合の報告書では、 今後世界遺産になりうる世界の28の山が挙げられており、カンンチェンジュンがんはその一つに数えられていた。インド政府がカンチェンゾンが国立公園を世界遺産の暫定リストに記載したのは2006年3月15日のことで2015年1月31日には世界遺産センターへ正式な推薦書を提出した。これに対し、 世界遺産委員会の文化遺産部門の諮問機関である国際記念物遺跡会議は富士山から信仰の対象と芸術の源泉、パパハナウモクアケアなどの他の自然の聖地と比較してもその環境や崇拝形態の違いから顕著な価値を認められるとして登録を勧告した。またヒマラヤ山脈ではすでに大ヒマラヤ国立公園、サガルマータ国立公園などが 世界遺産に登録されていたが、自然遺産部門の諮問機関である IUCN は、それらを踏まえても、固有の自然美や生物多様性に、顕著な価値を認められるとして、登録を勧告した。2016年の第40回世界遺産委員会では、勧告通りに、世界遺産リストへの登録が認められた。インドの世界遺産は同じ年に登録された。 ナーランダ大学も含めてアジア2位の35県となったが複合遺産の登録はこれが初めてのことである。なお IUCN は将来的にネパールのカンチェンジュンが保全地域への拡大登録への期待も表明しており、それは委員会決議の付帯事項にも盛り込まれた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 なお、文化遺産の基準について、インド当局が推薦していたのは基準のみだったが、アイコモスが基準も適用すべきことを勧告し、これが委員会でも採択された。ありがとうございます。